何者だ、その腕は。おいおい、例の一つも言えねえのかよ。だいたい兄貴がいなけりゃそこの侍なんか今頃化け物の腹ん中だぜ。いずこのものかは知らぬが、助太刀心より感謝する。ふっ、いいってことや。これで村の者たちも安心して暮らせるだろう。ん？どうした兄貴？悪いな、兄貴は目が見えない代わりに心の目で見るんだよ。目が？目もなく腕もなく、あれだけの立ち回りを。そこが兄貴のすげえところさ。あっちこっちを旅しながらバッサバッサ。ちんけなやつは相手にしねえよ。狙うはとびっきりの強者、化け物、鬼神どもって寸法さ。ん？助けちん。毎度。ところでさ、ここらにえらく羽振りのいい国があるって聞いたんだけど、知ってるか？ならば我が醍醐の国のことだろう。あと半日も下れば城下の町へ入れる。おー、ありがとな。行こうぜ兄貴。お前、名は？百鬼丸。百鬼丸。我が醍醐の国だってさ、いいもん着てたし、この国の偉いやつかもな。おい兄貴、行くぜ。面目ない若、俺は。いや、攻められるべきはあの化け物の力を侮った私だ。道場でならば遅れを取るとは微塵も思わぬ。だが本物の戦場に出れば。千なき見立てでございます。一介の流れ者とこの国を継がれる若とではそもそもお立場が違うのです。